プラデルは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地ー県、オートイコールロワール県のコミューン。プラデルは、オートイコールロワール県、ロゼール県、アルデシュ県が交わる地点に位置する。ロワール川とアリエ川の渓谷の中間にあり、火山性のルベズ山脈の南端にある。プラデルは、アリエ川渓谷及びイノサックダムを見下ろしている。西には、 18世紀の恐ろしいジェボーダ弾の獣が荒らし回ったマルジュリド山地の長い尾根が続く。東では大西洋に注ぐロワール川とアリエ川の分水海を、そして地中海に注ぐアルデシュ川の分水海を目にすることができる。北にはプラデル地方が明けて絵画のように美しいブレ及びビバレーの風景が見つかる。プラデルの名に言及した最も古い記録は、 ルモナスティエシュルガゼユニアル、サンシャフル修道院の特許状大帳に記載された。そこには、聖、アンデオルに捧げられた教会への寄進行為が、インパゴビバレンシー、インビクリアプラットラインシー、インビーシャクエイリセター、エスコレンコと転写されている。この記録は965年1月である。プラデルの聖母への数形は1512年に現れる。それは、 施良所の隣にある草原の土中から像が発見された日付である。発見された場所は現在礼拝堂の首労が立っている。この像に関する歴史は誰も知らない。この数形は最初は地元に限られたものだった。1586年礼拝堂だけを残してプラデル地区全体が火事で被害を受けた。この聖域が小さな注目を集めたのである。 1588年3月10日、プラデルの聖母の名声に貢献した大きな出来事があった。ユグノー戦争時期、幾度かこの地方を荒らしたユグノー軍は、プラデルを攻撃し始めた。しかし、彼らは敗走し村は、略奪から逃れた。プラデル住民は、この勝利は、聖母、マリアの加護に由来するとみなしたのである。1608年、ドミニコ会が、 プラデルに定着した。彼らは、ブレ、ビバレー、そしてジェボーダン中に聖域の名声を広めた。同じように、ガール地方からも巡礼が、プラデルにやってきた。巡礼は常に盛況であった。特に、8月15日には礼拝行進が行われ、聖母像を掲げて、街中の通りを練り歩いた。プラデルの聖母に起因する奇跡には、プレゼンタション姉妹会の創設者、 アンヌ・マリー・リビエの癒しが含まれる。彼女は2歳の時から不自由であった両足の機能が回復したのである。1793年、革命家たちが像を家中に投げ込んだ。助手が像を取り戻すと、像は半分が焼けていた。像は地元の松を使って復元され、1802年に礼拝堂内に戻された。1869年7月18日、 聖母像にはおごそかに冠が被せられた。1832年、プラデルは近くのサンクレマンド・プラデルと合併した。ソースイコール1999年まで、LDH、イヘス、カシニー、2004年以降、INSEE 鉄道の恩恵が不十分であるため、プラデルは経済の一部を社会健康分野、中山間地観光に振り分けている。 社会健康分野の機関が村内に4つある。ありがとうございます。